演舞開演。どうも皆さん、こちらもう何だかお分かりですよね。そう、任天堂スイッチです。こちらの任天堂スイッチ、こういう風に、こうやってこうやって外に持ち運べるようにできるのが便利ですよね。でもこのままだとこの画面がちょっと傷つくんじゃないか、落とすんじゃないかと、そういう心配もやっぱりありますよね。なので今回そうした悩みを解消する手助けをしてくれるある商品を購入してみました。それがこちらです。こちらのガラスフィルムですね。そしてこちらはクリーナーのようですね。いや、こっちはクリーナーで、その後にこっちで拭き取るのかな。とりあえず早速貼っていきたいと思います。でもまず貼るために表面をきれいにして、拭き取ります。参考までに今の時点ではこのようになっています。はい、このような感じですね。ではここにこれを貼り付けていきたいと思います。ここがテープになっていて、ここを剥がしていくんですね。形状から考えるとこういうの貼るの苦手なんだけどね。貼り付けた後はこんな感じですね。見た感じ画面が見づらくなったりということはなさそうです。おお、やっぱり画面の見やすさは変わらないですね。これで強化してくれるということです。さて、これで外に持ち運ぶときも衝撃を完全に防ぐことはできないと思いますが、まあある程度の軽減にはなるでしょう。こういうふうにケアしていく、本体をケアしていくのもゲームをやる上では大切ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。